はベン、もとい、モーガンです。前回、ウォリザーと選手、松田選手が復帰したんですけど、一人大事な選手、個人的に忘れてました。申し訳ないです。このねタシーロ選手本当にね鹿島元鹿島の選手もう本当にイケメンで好きな選手だった欲しい気もするんですよね今がまた正解のピークでなぜ来るかなこれポリシーがカウンター寄りなんだよな一緒に出てきたらね、今ベルギーで先生森岡選手意外のハーフなんだユンヤってまだいないサンフォーレットまたいいな神戸って興奮して上がったり下がったりあ、水野イケメンじゃないですかちょっとこっちは、どうしようかな、考えようはい、やっていいプレシーズンに行きたいと思う今回のでシールどれぐらい進められるかなそう、前回の動画大変の編集してって思ったんですけどフォワードにコンバするのもっと3じゃなくて、タクさんとしても、はなんか、前回、フォワー1点も取れなかったので、フォーメーション変えます。フォワードがやっぱり、大阪の選手になるから、あれじゃん。とりあえずこうやってプレシーズンであって結果を見るまた取られたルーカスいるんだまだ FC 東京監督はあと3本シュート打ってる低いなハードルが中田浩二とただ一番まあ車庫はまだ一番高いの評価でも無期待が多いしだっていうか中川よりは申し訳ないけどいいのかなあ連帯練習守備級強化にしようかなあフィジカルにしようはいもう、
で言いづらいかわかん、言いづらいかもしれないけど、選手の名前とこのコンディションのこの顔の横にオレンジのがある。これが、ね、疲労度ですね。これがあまりにもこう増えてくるとどんどんコンディションも悪くなっていって、良くないので。はい、あー、これか。どう、これどう、ファンサービスか。元の方があれなんだけどね、こう、まあ、海外通ったんですよ、またこう。お、やった、成功。よし、2つも成功した。じゃあ、取り返す。同じフォーメーションでも一回やってみるかな。フォワード投手どうなんだろう。まだまだ。か。いろいろフォーメーションコロコロ変えるのも良くないと思うんだけど、ただボランチボランチか。今度は左のバックスラフ、これでいこうかな。とりあえずいろんな感じで、おっ、ライちゃんコーチに直す。あれ、ちょっと次のチームがセレッソ、まあドロードロー、まあ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 、どうしようかな。でも膝、あ、451だったらサイド、あ、でもまあファリファリファリ入ってくる。上りだと左バックにして、センターバック長田浩二が上りだ。で、鹿島アントラーズが上りだとです。背番号を決められるんで、ちょっとここで変えていこう。流し的にはやっぱりね、ガク、タクをね、8にした。どうかな、タクを10番にした。トーマはまあいいか。ガクちゃん、ガク10は、まあ、元いるし、タクで。当時って、あれだもんな。あ、そういう方だ、あれ、俺が。うっちーだからな、やっぱり。背番号2番。の方に、まあ、14番やね。で、まあ、松下7番。7番に行くかって。7番、残り7、14番。逆か？よし。レイソルか。ここで、執着とか満足度とかを上げることによって結構こうお客さんが増えてくれたりするんで、押し出し配開幕戦露天誘致、こういうのもお客さんが来るときになると臨時収入制になるのが増えたりとか、なんでお客さんがこれに合わせて来場者プレゼントで1
応いつも自分は面談なんですけど、面談が必要な時ちゃんと面談って収録なんですけど、お、中川にオファー来た。こうやってオファー来るんですよ、まあ、そのチームから割と結構な頻度で。で、まあ、カズマは特に今ね、お金8億あるので問題はないんですけど、本当オリジナル始めるとお金に引きだったり安い。ホラーの補償が決まるまでちょっと無理だな。これは別に断んなくても勝手に取り下げられたりするんですよ。太田だって右のハーフだ。男かな。うわ、中盤がどんどん増えてくる。あー、でも円熟組か。爆発的な迫力を生かしているが、圧倒的な時間で死んでいたら何が起こらなかったか。またクロスを上げられてなくて、豊富なスタッフが最高の年収の魅力だ。あー、どうしよっかな。ちょっと離れてるんだよな、ポリシーからは。ちょっとこれ、ちょっと固有で。で、自分なのかなと、試合があるけど、そうなってますね。これ分かれやすいと思うんですけど、このオレンジが減れば減っただけ、ちゃんとみんながこう笑顔なのに、これ得になるんで、なるべくスマスだと思います。ジェリーの序盤が見つけられます。日本で外国保留戦で目指し頑張りましょう。最年配分は ACL に入れますよ。ジェリー。お、放映権料っていうのがあるんです。これでかい。10億。時代の人がインタビューインタビューサバンゲでトラブルでないでこちらお願いします。どうされたんですか。いや、一人だけで申し訳ないですけど、ぜひ開幕するインタビューをさせてください。はい、お願いします。インタビューですよ、ね、師匠。あ、そんな人生の人生を肩の下に入れてまっすぐですが、開幕戦で準備してください。年末に待ち完全勝成果を発揮して勝って応援していきたいと思います。おお、いいですね。ラス優勝応援してますよ。はい、一緒にして一緒にって頑張ります。お願いします。夢答えんのかよ。いつも思うんだよね。お聞きでされてます。優勝した時にはぜひまたリコさせてくださいね。はい、もちろんです。秘書が答えちゃう。失礼します。もちろん企画優勝してはいけませんね。頑張っていきましょう。で、試合が始まる前に練習でチーム前日設定のところで試合指示っていうのがあるんですけど、これ試合時見るにすると、今まで2試合ぐらい結果を2、3試合ぐらいか結果を見るで見てたんですけど、これ試合を見るってやると、まあフルで試合が見れを見るんですけど、これで試合の途中で選手たちに指示を出せるんですけど、これそうすると右下、例えばカバーリングを交わせ、ピッチの幅を使ってボールを動かして敵のカバーリングを交わす、サイド配置選手の補給力増強、敵カバーリングで守備力低下大、これすごいですよね。こういうのを使っていて、でそう交わせとかっていうのを、まあ、3つぐらい決めるのを、決められるっていうのとか、ポジション許しが特殊ってなんだ。あ、体力温存しよう。体力を温存しろよ。あ、まんまかも。隙負けになる。体力温存し、隙を抱えなんてあるんだ。
じゃあこんな感じで、はい、まあこれまあ実際に試しながら、申し訳ありませんので行きます。よし、やってプロモーションも試合用にあるんで、よし、人数ですね、ちょっとフォーメーションは同じく451のエースボランチで、で中田くんもボランチ、あ、センターバックだね、ボランチだよ、で、こっちの方が上りを、じゃあ、せっかく開幕戦なんで、あ、間違えた。試合を見ていきましょう。サッカーを愛する皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。天気は曇り、ここ数日、過ごしやすい日が続いております。柏レイソル対鹿島アントラーズ、J リーグディビジョン1第1節、実況八塚でお送りします。入場口から選手たちがピッチに姿を現しました。レイソル、予想フォーメーションです。対しますはアントラーズ。これが予想されるフォーメーションです。上り坂、彼のサイドからの突破は目を見張るものがあります。さあ、キックオフ。始まりました。こんな感じで試合を、見ていきます、ね、レイソル、パスをつなぎます、右にパスを出します、まあ、入る混合し必要課題っていうのをこっちでやるとディフェンス防ぎました。それに応じて、まあ、クレオ、なんとかボールをキープ、下がるよっていうのレイソル、さあサイドからいきます。サイドクはここはディフェンダーが止めました。これは防がれます。田中純也です。田中純也、それではリプレイを見てみましょう。ディフェンダーが体を寄せてシュートコースを塞ぎました。伊藤純也に似てるね。ボールを入れます。ここはディフェンス頑張ります。ディフェンス頑張ります。安塚さん、アントラーズパスを振ります。サコがあれ、サコあんまあれ違ったで、右へ四角で返事変更ってあるんで、例えば左へ出します。パスをつないでいきます。あれです、綺麗なワンツー。気になるなと思ったら変えられ、ここで大きく左中断をして、アントラーズ、さあチャンスになりました。お、フリーキック、これは笛。それではもう一度見てみましょう。上りがあのところまで上がってくる。これはちょっと危険なプレー。中央、何でその真ん中にいんだ。で、例えばあれ選手ポジション違くね、例えば思ったらこうやって変えられるんですけど、大丈夫です、問題ありません、帰ります。まあ、途中で後半とかでも自分で選手変えたいなと思ったらここで変えられるし、まあ、プランをオートにしてるんで監督が勝手に変えてくれます。遠藤、絶好の位置です。ヤス直接狙った、これは決めたかったですね。リプレイです。遠藤、これを決められなかったのは悔しい。あの国土タッカー前半22分、さあどうやって組み立てていきますか。歩いてんの、歩いてんの、田中からどうしますか。あ、左上の歩いて歩いて歩いて、クレオボールマウスを捉えきれませんでした。リプレイが出ます。さてゴールキックで試合再開です。右にパスを出します。せっかくなんで見ていきます。レアンドロドミンゴス、左に叩く、ここで大きく左へ、クレオ、チャンスです。ファーサイドに上がる、田中ゴールマウスを捉えきれませんでした。今のプレイをもう一度、田中プレッシャーに押しつぶされたんでしょうか。ゴールキックで再開です。ちょっとまあ前半42分、若干荒いかもしれない。右に叩きます。大迫、まあ、ここでキープ力を発揮
ウィーレとかフィファーみたいなものをイメージ。スゲロ止めた。ちょっと荒いかもしれない。ここで長いホイッスル。もう終わった。早いな全然。同点で後半戦に折り返します。さあ、一応見てなかったんで、大体クラブの相手情報を見てなかったな。谷口がまだレイソルにいるんだ、この時。今、サガンで、あれ引退したんだっけ藤田。これ、ベルディ橋本。すげえの、すげえの。工藤正人。レアンドロ・ドミンゲスですよ、レアンドロ・ドミンゲス。田中純也。あれ、田中純也なんか、こっちだと似てるけど。大谷。あ、バラダがいる、バラダが。渡部。山中。あ、山中そういえばレイソルか。待って、沢だ、沢。懐かしい沢だ。ペルーからの逆輸入。近藤直也。鈴木大輔、鈴木大輔。23歳なのに最盛期なの。早いなぁ。早熟だな。栗林。栗沢。栗沢。あ、栗沢っていたね。はい。そんな感じです。まあ、変わらず行きましょう。後半開始の攻撃。積極的にシュート行こう。後半1分。ここからどう持っていきますか。左に旗。いいよいいよいいよ。本田。本田。なんとかボールをキープ。本田。あ、谷口、そういえば左に旗。切るって回数決まってんだっけ使うの。あ、そドリブルで突き進む。そう、まあ、ロングパス。レイソン。左サイドを使います。右上にゼロってありますけど、これ多分試合中に。あ、サイドに上がる。使うことのできる。いや、素晴らしい反応。回数、数。このボールを右に。回数。なんで、あんまり、こうやって、速いのを積極的に使ってると、こうなります。右に大きく出します。お、いけ、いけ、切り込み、切り込み、切り込み。さあ、チャンスになりました。タコ。ダイレクト。ボールはゴールマウスをそれました。23だ、タコ。この時。リプレイです。大迫、これを決められなかったのは悔しい。せめて枠に飛ばれてみる。ここで交代です。カット。松下、早速移籍後。松下、ここで投入です。ゴールキックで試合再開です。レイソル、左へロングボール。ディフェンダーがうまく止めました。さあ組み立てます。アントラーズ、ここは大きく出します。いやいやいや、なんか通るんだ。柴崎トップ下、このボールを左に下に使う方がいいんだな。右へ出します。後半28分。さあ組み立てます。早いな、そのスピードが。うわー、ガキちゃん。ここはディフェンダーが止めました。レアンドロ・ドミンゲス。レイソン、ここは左へ。アウェーだから。パスを出します。スローパス。バカバカ。このシュートは外れました。それではもう一度見てみましょう。クレオ、プレッシャーに押しつぶされたんでしょうか。彼が下がります。ヨグジワグネル、ああ、ヨグジワグネル。前鹿島にもいたことあるよね。カノ、ここで投入です。見てなかった。ヨグジワグネル。元山、ここで彼が入ります。ゴールキックで試合再開です。センターバック来るかな。アントラ、ここからどうか。中田浩二。お、上りいいよ、上りいいよ。お、サコ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 、どうでしょうこれ。あ、向こうのスキルか。スキル覚えてるとこういうディフェンダーがうまく止めました。試合中に発動したりして、どう組み立てるか。ですげえスキルとかだと、なんか蹴り出します。映像が黒光りしてみたいな。黒光り。素晴らしいテクニック。バカ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 、危ない危ない危ない。ここはディフェンダーが勝ちました。危ない。アントラーズ、これは選手交代のようです。お、ショーマが来た。ショーマボランチ出てたっけ。ドイ、彼が入るようです。さあ、コーナーキックです。もうチャンス、もうこれもうラスト、ワーラストだよ、ラストプレイだよ。何してんすか。これが決まった
0対0で迎えた当時からついに中国破りに一発が出ました。それではもう一度見てみましょう。谷口、うまくフィニッシュまで持っていきましたね。タコが残ってて他にね、あれ今18番誰だっけ。キックオフで再び試合が始まります。いやー終わったわ。アントラーズもう締めは、いやーひどいぜ。もう下4人全員キリを見せられるじゃん。あーフォワードも欲しいか。ワントップにするんだって違うのかな。あ、そう、これで、あれ上りだとってこの時点で J1 初出場か。こう、初出場とか、なんかそういうイベントがあると、こうやって、その、覚醒ポイントを、自分の体の部分を成長していくために、欠かせないプロで今回の経験を取り組まれようとしてもらえるんです。こうやって、覚醒ポイントを得られることができます。お、あ、こうあるんすよ。直田さんと、まあ、いきなり実戦で2人組ましたからセンターバック。これはコンビネーションが悪いよな。そうだな、このままでまずいよな。どうしろ、ただいま共有していこうぜ。しばらくエネルギー練習でお試合しようか。直田さんどういうような、一回でも練習でも次元交換していこう。そう、こういうのがどのぐらい影響あるかわかんないです。あります。こう、地蔵庫に障子は、地蔵庫とかに、なんだ、練習とかで指名しておくと、ああやって中精度が上がるイベントがたびたび起こるんで、もうすげえ。以上、野村選手がいらっしゃいました。こちらモーガン、あ、モーガン高久って言います。改めてですね、サンパー参加にして、モーガン高久って言うんですけど、全く本名と関係ないんで、モーガン高久もないんで、本名にモーガンも高久もないんで、適当なんで、よろしくお願いします。ちゃんとよろしくいただきました。もらいました。エピソードどうでしたか？いやー、まだ自分が出てると思いますけど、いろんな人が。そうですね、そうやって。ここが自分の宝の部分のすごい興味ですね。これからもロベルト選手の活躍楽しみです。はい、というわけで、あ、どうしよう、もう1試合ぐらいやるかな。もう1試合ぐらいやっとこうか。はい、やっていこう。ホームでの開幕戦ですよ。走っていきましょう。あれ、どなたかいらっしゃいましたよ。しよう、モーガン探した。あんたが私たちのあんたなら、コバ。俺は鹿島アントラーズのサポーターのリーダーだ。よろしくな。ああ、そうだったんすか。これからよろしくお願いします。今日は記念すべき鹿島アントラーズの初陣だからな。アントラーズの初陣ではねえけどな。いい試合になるよ。俺らとも頑張れるよ。ございます。私たちも頑張ります。どうもよろしくお願いします。それじゃあ俺たちも応援の準備があるからそろそろ行くよな。それじゃあな。私たちサポーターの方に支えられてると言っても過言ではありません。期待に応えられるように頑張りましょう。結構サポーターもこれあれなんですよ。ユースの選手例えば昇格させたりすると、あの、喜んでくれたり、逆に人気のある選手を放出したりするとふざけんなって言ってたりっていうイベントの時に出てくるのがサポーターです。成功8名と年始メーカーもこのタイミング3月4月ぐらいで配るのがベスト。さあ、うわ、浦和じゃん、いきなり浦和じゃん。でフォーメーションが改造しました。で今回は、右に作者で左に松下さんです。それ以外はちょっと変更はありません。で、最近比べておこう。
ね、やばくない？ディフェンス、ワントップにタレムディフェンスで、マルシオ・リシャルベスの柏木さんにして、ボランチ山田直樹 WT、山田直樹 WT、山田、すごい森脇、那須、で、梅崎、牧野がベンチにいる。小島、三笛、宇賀神、平川、ディスコトビッチ。お、あれ何コールベンチ外やん。返せよ。長田、鈴木啓太もボラあれじゃベンチ外じゃん。取る？ポリシーみたいな感じ近いし。鈴木啓太なすげえなんか外国人っぽいけど。イケメンじゃなくてイケメンです。この歌、関口選手もベンチ外や、贅沢な使い方。キーパーはちなみに山岸。キーパーだけじゃ分かりません。あと、二人とももう今いないのが、まあ、何年前だったかな。山岸さんなんてね、何年か前の J リーグ入り替え戦のモンテディオ戦の決勝ゴールのモンテディオ戦じゃねえや、モンテディオにいた時だ。加藤の大宮に行く。はい、やばいね。比べられるんだ。うわ、下のやばいですね。トリプルショットレベル2、ラインディフェンスレベル2。ああ、なんでこんな裏は強いの。まあ、2試合、重要な試合以外は結果を見ていきます。おいしい、おいしい、おいしい。もう2試合連続 1-0、 シュート3本枠入れてほしいな。センターバック取って中田浩二を1つポジション上げるかな。左のバック取るかで、上りのポジションを1個上げるか。だからこれで、ホームだとこういうリザルトみたいなのが出てきて、総合的に、サポーターの人たちがどうだったかとかっていうのが分かります。で、8000万、で1回のやりで8000万入りますね。あ、また来た。上りだと大阪か、いいよな。お互いにね、共有していこうぜ。しばらく上り編集にしようか。そうだな、もちろんどうも言おうな。2人ともね、どうも意見を書いていこう。大阪選手と述べる選手よし、あーこれを今回は終わりにする前に見よう。大谷いるし、中村直し、あれ、こいつじゃない、こいつじゃない、すごい、ポリシー近いな。ボランチ、両端くん、こいつかな、ボアロ、ボアロダイレンス、フランス、あブラジルって歌詞はなんて韓国かブラジルだろうな。あ、消えてる。これ消えるんだって、そういえばこっちも。本当に桑原龍之介って、ね、割と本当に初期の新しくチームを作った時は結構この辺のその時と思ったところで、それなりのかなり高いっていう選手は割と使えるんで、ちょっとないな、どうしようかな。補強を含めて、考えるって考えていかなきゃならないな。ちょっとこのまんまでまずいなと思っております。とりあえず今回はここまでで終了したいなと思います。ご視聴いただいた方でこの中にもしこの選手気になるとかこのチームを見せてって方がいらしたらぜひコメントをしてくれれば、積極的に、動画に取り入れていこうと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。